はい、どうも。Keep Only One Love SK です。こんばんは、の時間ですかね。現在時刻は、18時50分となっております。実は今起きました。バイトに行って、朝帰ってきて、またこれからバイトというところです。はい。ということで今日はバイトに行く前にですね、まあ、バイトって言っても10時からなんですけど、バイトに行く前にですね、だいぶご無沙汰していた、米編動画を撮りたいと思います。ぜひで。いいや。はい、この辺動画、10月8日以来、撮っていませんでした。まあ正直、更新頻度がかなり落ちてきて、コメントいただける機会っていうのもかなり減ってきてはいるんですが、やっていきたいと思います。ということでですね、タバコ吸いながらやっていきます。赤丸。ということで、前回のこの辺からですね。あ、すみません、10月19日からですね、この辺してないの。加藤水星さん、時間がありましたらでよろしいので、セブンスターメンソールをリクエストさせてください。ありがとうございます。もうや、あの、セブンスターメンソールはやったので、はい、チャンネルからどうぞ。あれやったよな。続きまして、だいぶ飛ぶんですけど、ホープホットブラック9、5分 R2D2TA3、リクエストでラークのハイブリッドセレクションか、ラークのハイブリッドブラック、ラークのブラックハイブリッドお願いします。ありがとうございます。ブラックハイブリッド10ミリの方を、以前やったので、ハイブリッドセレクションですかね。そっちの方をやらせていただきます。遅いな、読み込み。続きまして、タバコを吸ってみた赤ラークですね。藤田新一さん、久しぶりです。その赤ラークのタバコ、俺の友達が吸ってます。俺も友達に1本もらって吸ったことがあります。ありがとうございます。赤ラークですね。確かこの時短い方だったんですけども、短い方、ラークは周りで吸ってる人はいないんですよね、実は。メンソールならともかく。続きまして、キャスターゴールドシルク6ミリ。アイカズさん、失礼ですけど少しふっくらされました。あれ？そうっすかね。私結構周りに痩せすぎとかガリガリとか言われるんで、ちょっと太れって言われるんですよ、実は。まあどうなんですかね。私は基本不規則な生活すると痩せる方なんですけども。続きまして、某白いバイク屋風の動画です。石川屋敷さんって言うんですかね。ホワイトピーだ はい、そうです。丸パクリさせていただきました。はい、すみませんでした。なんか丸パクリしちゃって本当にすみませんでした。続きまして、雑談です。
伊上祐樹さん、なんか声が落ち着きます。ありがとうございます。いや、なんかそう、どうですかね。なんか声に関しては、まあいろいろ言われたことはあるんですが、私自身はあまり自分の声に自信を持ってないというか、なんというか、続きまして、また雑談ですね。M クラッツさん、お前タバコ1日に何本吸うの？10本から15本ぐらいですかね。あまり、本数は多くないはずなんですが、まあ、2日に1箱買ってる計算になるんですかね。はい、この辺は以上です。でリクエストの方はですね、ラークハイブリッドセレクション、マルボロのアイスブラスト1ミリ、若葉、新生、ブラックストーン、メビウス1ミリ。となってるんですかね。なんか忘れてるような。あ、ピアニッシも IC もあるんですね。すいません、忘れてました。というふうに、なっておりますと。順を追ってやっていきたいんですけども、すいません、なかなか忙しくてですね、動画撮ってる暇はないかもしれないです。本当にすいません。まあ正直今、実は今日アルバイト5連勤2日目で、明日火曜日までずっとアルバイトなんですね。はい、ちなみにアルバイトは前もどこかで行ったかもしれないですけど、コンビニで夜勤やってます。ではタバコそろそろ消します。私がアルバイトしてるコンビニっていうのはですね、すごく、すごくっていうわけでもないですけど、そこまでタバコの品揃えがいいわけではないです。はい。クールが置いてなかったり、クールシリーズが、ブースターの8ミリ、5ミリ、マイルドしか置いてなかったり、ウィンストンも、稲妻メンソールの8ミリ、1ミリと、レギュラーの1ミリ、ロングしか置いてなかったり、何やったかなと。まあ正直そんなでもないんですね、品揃えが。まあアメリカンスピリット置いてるだけまだマシかなとは思うんですけども、 JPS も置いてないですし、時々言われるんですよね、 JPS ないですかって。その度にすごい、その度にすいません置いてないですって言うんですけど、まあ、ケントも、6ミリのロングショート1ミリロング、アイブースト1ミリ、メンソールの1ミリ、あと3ミリのロングもありますね、しか置いてなかったりですね。
はい、そんなでもない品揃えをしております。まあ、なんていうんですかね。パーラメントのメンソールないですかとか、クールのキングないですかとかよく言われるんですけども、本当にはい、置いてないんですよね。まあ、あれですかね。なぜか新商品は置くんですけどね。例えば、マルボロのフュージョンブラストも置いてますし、キャビンのゴールドシルク、キャビン、すいません、キャスターとキャビンの新商品も置いてますね。何やったかな。最近出た新商品何置いたっけと。あと、ホープの限定味も置いてましたし、ただ、メビウスの新商品置くかは分からないですね。クールのエスケープは置いてないですね。はい。クールは基本新商品ででも置かないんですよね。プレミアムフレッシュ。プレミアムフレッシュは出た当時は置いてました。今置いてないです。プレミアムチトラスは置いてないですね。あれは。あと、あれも、あれは、ピースのアロマクラウン、アロマロイヤルは置いてました。いや、置いてます。今でも置いてます。あんまり買っていく人はいないですけど。基本売れ筋しか置かないっていう感じですかね。正直、セブンスター、メビウス、マルボロ、ラークですかね、よく売れるのは。やっぱり、あと、キャスターとキャビンですかね。無駄にキャスター、キャビンは全種類置いてるんですよね。あと、ホープも全種類ありますね。ホープもよく売れますし、ホープ買ってる人意外と多いですね。私はホープ吸えないんですけど。ということで、12分か。よし。じゃ、ちょっと、最後にですね、私の愛煙遍歴を思い出せるだけ思い出して、お話しして終わりたいと思います。確か最初に吸ったのが、メビウス、今のメビウスモード6、当時マイルドセブンディスペックスーパーライトでしたね。から、赤ラークのロング、まあ赤ラークのロング吸ったんですけど、確かすごいきつくて、一旦落とした気はしますね。気がしますね。キャスターマイルド、マルボロライト、ラークマイルド、ときて、マルボロライトメンソール、で、なぜかセブンスター14ミリに行って、そうですね、セブンスター14ミリボックス吸ってましたね。で、そこから、クールキングボックスになって、クールに飽きて、赤丸ソフトで、一回禁煙して、メビウススーパーライトソフト、当時の、マイルドセブンスーパーライトソフトですね。で、今その後に今は亡きマルボロのブラックゴールド、からの赤丸に戻って、マイルドセブンオリジナル、クールキングソフト、赤丸ソフトで、また禁煙して、何してたんだっけ、あ、そうだ、マルボロライトメンソール、マルボロメンソール、赤丸ソフトで、その後、クールキング、ボックス、アメリカンスピリット、レギュラー、で、赤丸、クールキング、ボックス、
クールブースト8ミリ、マルボロライトメンソール、クールキングボックス、ピースライト、で赤丸ソフト、その後ピースライト、で赤丸ボックスからの赤丸ソフトですね。かなりコロコロ変えてますね、今思うと。今でも、はい、いろんな銘柄吸ったりするんですけど、なんか最近はでもあれですね、赤丸ソフトかあのメビウスですかね、大体は。また何かしら、何かしらっていうか、またリクエストになった動画、あのタバコの方も、まあちょいちょいやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。じゃあね。